こんにちは、セランです。今日はですね、まず、コメントで教えてもらったチックフィルA 読み方わかんないんですけど、ここのね、ここに行ってきました。そしてこれらが何かっていうと、ここでね、チキンだけを買ったので、ホストファミリーのお家にあった冷凍のこのパイと、ちょっとね、古いんですけど、だいぶ前に、ちょっとやばいかな、ちょっとだいぶ前に開けた野菜をね、乗せたんですけど、一旦ちょっと食べてみる。ここの、このソースが美味しいっていう風に聞いたので、それをもらいました。選びました。ちょっとね、これをね、つけて食べてみようと思います。バーベキューソースみたいな感じかな。美味しい。ちょっとね、この野菜が本当に期限が怖いんですけど、このね、タイに関しては昨日買ってきてもらったやつで、なんか別にめっちゃ美味しいってわけじゃないんですけど、なかなかね、逆にその YouTube とかでアメリカの冷凍食品とかをね、見れる機会って逆にないかなと思って、これ食べるのもありかなとか思って食べてます。ちょっと冷たかった。ちょっとやばそうな野菜だけ取って、あとは食べれそう。これいいな、このソース、野菜に最高。教えてもらってありがとうございます。そう、私今チキン買ったって言ったんだけど、私のね、目的はね、ポテトだったんです。視聴者さんに教えてもらったのもポテトだったので、完全にポテトをね、ワッフルポテトかな、ワッフルポテト一つって言ったはずなんですけど、ずっと指差してたのが多分勘違いされて、ナゲットになっちゃいました。ポテト食べたかったけど、またちゃんと的確に頼めるかチャレンジします。特別ね、推しのものってわけじゃないんですけど、他の冷凍食品があんまり好きじゃなくって、でもこれはね、私パイ自体が大好きなので、ちょっとね、これを今日は朝も夜も食べてます。ナゲット、こんなんだった。めちゃめちゃちっちゃかった。でも美味しそう。ちょうどいい。いただきます。なんかやっぱ。教えていただいたこれが一番この中で美味しいこれですね。わお、なんて言うんやろな、なんて表現したらいいんやろ。甘いな、だいぶ甘々。甘いしサワー系の味もして、なんかね、すっごいバーベキューソースに似とる。
日本のマックでいうバーベキューソースにとるんやけど、なんかねそれよりも、うん、もうちょい個性が、個性っていうのは甘み、独特な甘みがあって、これはハマります。うん、冷たかった。もう一回食べよう。うんうんうん、これも教えていただいたことだけど、こっちはねソース何個でももらい放題らしいです。全種類ちょうだいって言ってもくれるらしい。やばいな、まだちょっと冷めってか凍ってた。こっちにね毎日めっちゃ使う除菌シートが本当にあると便利です。こういうタイプのやつやとね毎日パパパパって開けてやれるので、日本から持ってきました。